絵を描いたところのポイントは山肌が綺麗に見えるように白い部分と黒い部分を出したところと、あとは桜島の噴煙が黙々の白い部分と、あと少し影の部分がコントラストが綺麗に見えるように指で描いたところがポイントです。桜島の火山灰は鹿児島の方たちですと厄介者だと思う方が多いんですけれども、厄介者だと思うぐらい身近にあるものなので、少し視点を変えて新しい使い方、もしくはこう汚いものだったりゴミと同じように思われているものが新しく美しく生まれ変わることができるんだなというところを見ていただきたいなと思います。